国際大会3冠、安井友梨の強い精神力を称賛、一緒に戦った盟友が裏話を披露、前日に泣かれていて、現地15日までスペインマドリードで開催された国際ボディビルフィットネス連盟 IFBB 主催の国際大会アーノルドクラシックヨーロッパでビキニフィットネスの女王安井友梨はフィットモデル年齢別、身長別、無差別級で優勝した。今大会に共に出場し、安井と優勝を争った永瀬陽子は自身のインスタグラムを更新。苦悩した安井を少し心配していたとしながら、3冠を掴んだ結果に私を上回る精神力と称賛の言葉を綴った。喜びもひとしおのようだった。真っ赤なロングドレスの安井はクラウンをいただき、手には3つのトロフィー。笑顔で舞台裏に戻ってきたが、おめでとうと迎えられた時には心なしか目元は潤んでいた。インスタグラムで動画を公開した永瀬はビキニマスターズ45歳以上クラスで銀メダルを獲得。それ以上に安井の快挙を喜んだようで、コメント欄には本日は感動の嵐でした。安井選手がフィットモデルでマスターズも身長別もオーバーオールも完全優勝。日本勢はボディフィットネスもメンズフィジークも大活躍され、出場者数900人という大きい大会で日本チームとして過去最高レベルのメダル数を取り、3日間に及ぶアーノルドクラシックを終えましたと日本勢の躍進を称えた。そんな中で永瀬はご本人も書かれていましたが、前日のビキニが思うようにいかず泣かれていて正直心配していましたと不安もあったことを告白。しかしそれをバネに翌日気持ちを完全に立て直して世界の女王になった姿を目の前で見て感動しましたと綴り、私は自分で精神力が強い人間だと思っていますが、安井選手は私を上回る精神力。私たちの競技は最終的にはその大会で一番強靭なハートを持つ人が優勝するんだと勉強になりましたと舌を巻いた。安井といえば8月のトレーニングジムで器具が落下し左足親指の粉砕骨折をしたばかり。それでも今月8日に行われた日本ボディビルフィットネス連盟 GBBF が主催する階級無差別の GBBF フィットネスグランドチャンピオンシップスのビキニフィットネスはで優勝し、その1週間後には世界で3冠に輝いた。永瀬の言葉通り精神力の強さが大舞台で証明された形となった。